ご機嫌いかがですか、神保明です。ワンマンオーケストラの仕組みについての動画を2つほど上げたんですが、アコースティックドラムについてお話を聞きたいというリクエストをいただきましたので、ちょっとやってみますね。今簡単なビートを叩きましたが、ハイハットの叩き方について、よくこういうふうにハイハットのエッジを叩いている方を見るんですけれども、これはあまりおすすめしません。なぜかというとアタックがなくなってしまうんですね。そしてハイハットの締まりも悪くなってしまう。おすすめはスティックのショルダーの部分を使ってこう叩きます。そうするとすごく歯切れの良いハイハットの音が出ます。違いが分かりますでしょうか。東大元暮らしという言葉がありますけれども、意外とすごく基本的なところでチェックが抜けていたりする場合もありますのでね、一度チェックしてみてください。そして、こうやって叩くとかなりボリュームも出ますので、アクセントをつけたくないときはスティックの先端チップを使って叩きます。ハイハットの叩き方についてちょっとお話ししてみました。それではまた。